はいどうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、ボブとかミディアムヘアの方向けの今時のヘアアクセを使ったアレンジをご紹介します。ボブとかね、ミディアムの方ってね、ヘアアレンジしてもちょっとなんか短いからワンパターンみたいな感じでね、なる方も結構多いかなと思います。なんかバリエーション難しいなっていう、その時にね使えるのがこうヘアアクセです。今回は今旬なヘアアクセを4つ使ってスタイルを作っていきます。まず1つ目のやつはね、こういった感じのなんか長細いやつのバレッタタイプのやつ、あとはねこんな感じでね丸いやつのヘアアクセ、こういった三角クリップ、これ結構持ってる方多いんじゃないですかね。あとはちっちゃいねこういったクリップタイプ、これを使ってアレンジをやっていきます。今回ね、作るアレンジは多分ね少しなんか斬新というか、今時っぽいなっていうアレンジになってますので、ぜひ皆さん参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。まず一つ目のこんな感じのね、長細いこんな感じのクリップタイプ、バレッタタイプですよね。パチンとするやつ、結構ね街でも見たことあるかなと思うんですけど、これの付け方、おすすめの付け方をご紹介します。じゃあまずね後ろでこうまとめて、普通ねヘアアレンジこのするときってゴムとか結構使うと思うんですけど、この場合は別に使わなくても結構ね可愛いかなと思うんですけど、こうやってクリップ開けて、で髪の毛をまとめた状態でもう全部挟んじゃいます。こんな感じで挟んじゃいます。でこのままこう挟むのもいいんですけど、ちょっとねもう少し挟んだところを狭めてあげて、で裾をちょっと広げてあげます。そうするとね今っぽい、なんか街中でも見たことないですかね、こんな感じでルーズにこう止めてるようなヘア、こんな感じになります。でここの部分をね狭めて、で少しねこの裾というか横の部分ですね、横に引っ張ってルーズ感をちょっと減らします。で毛先はね顔をつけてるかちょっとね散らしてあげるとよりルーズ感が出ておしゃれ感になります。なんでバランス的には少しねこの辺のサイドの部分を広げて、でこの挟んだところを少しだけ狭めて、毛先の部分は広げて、こんな感じでねバランスを整えてあげると今っぽいおしゃれなヘアアクセのヘアアレンジになります。次にご紹介するヘアアクセはこちらです。輪っかのタイプになってて、後ろでねこうパチンって止めるタイプ、このヘアアクセの今風の付け方をご紹介します。じゃあまずね1本縛ります。こういった黒ゴムとか、まあ髪の毛のね色に合わせたゴムで、であれば OK です。で後ろでまとめていきます。でなんか最近はこうピシッとまとめるよりはこうゴムでね結んだら少しゴムを濡らしてルーズにするのが結構おしゃれかなと思います。こういうねヘアアクセって今までだったらこの辺にこう後ろのね金具の部分をゴム上で通して、こうやってねパチンってこんな風にねつけるパターン結構多いんですけど、今はどちらかといったらこの輪っかをこの毛先通します。でこの部分を通していきます。こんな感じで金具の部分を少しね髪の毛に引っ掛けて、でパチンと止めます。こう止めて、で毛先を少しね散らしてあげます。で毛先を少し散らして、で横のねこの側面の部分を少しだけルーズにね引っ掛けます。でここからポイントなんですけど、まあ、この状態でもねおしゃれに見えるんですけど、個人的には少しねこれをね斜めに切ります。回転させるみたいな感じですね。そうするとね、なんかこうねじれてる感じで、よりルーズ感が出て、今っぽいおしゃれな雰囲気になります。こんな感じになれば完成です。じゃあ次にこの三角クリップ。これも結構お持ちの方も多いかなと思うんですけど、これのこういったバレッタタイプですね。これを使って、今風のヘアアレンジを作っていきます。じゃあまずね髪の毛をまとめていくんですけど、少しねサイド寄りというかどっちか横に向かって髪の毛をまとめていきます。で、ね、最近はねやっぱりこうルーズにこうゴムで結ぶのが結構主流なので、
少しね、ここを結んだらずらして、この辺をたるませるような感じでやってください。ゆるゆるだとね、すぐ崩れやすいので、程よい感じでまとめるのがポイントです。ヘアアクセルをつける前に、少しだけね、この辺の部分をたるませておきます。この側面のね、この部分を少したるませるのがポイントなので、ちょっとだけ広げるようなイメージでやってください。で、このクリップ。こっち寄りに結構髪の毛をまとめているのでアクセルをつけるバランスで言うと少しねこっち寄りの方がバランスが綺麗です。こっち寄りのね。なのでまあこの辺あたりに髪の毛をすくって止めていく。このねアクセサリーが髪の毛をまとめているところの真ん中に来るのではなくてあくまでもアクセサリーは真ん中頭の中心に来るような感じでこの先っぽの部分でね、少しゴムを隠してあげるとバランスが綺麗です。であとはね、毛先を少し散らしてあげて、よりルーズ感を出したら、こんな感じで完成です。次に4つ目のヘアアクセは、こういった感じのね、クリップタイプのちっちゃいやつありますよね。このヘアアクセを使ってやっていきます。アレンジするときにちょっとねお団子にしたいっていうときもあると思います。なのでこのクリップはお団子にしたときのヘアアレンジで使っていきます。まずねお団子こんな感じで作ります。で作ったらやっぱりねミディアムとかボブヘアの方でねお団子したらこんな感じでポロッと出てきたりしますよね。たまにバランスが綺麗なパターンもあるんですけど多分大抵の場合はこれ出てちょっとうまくまとまんないなってね思う方も結構いらっしゃると思うのであえてこの部分を使ってヘアレンジをやっていきます。でまずねこのお団子にした状態で少しねお団子を広げていきます。ちょっとルーズ感出すようにですね。でまたこっちの側面を少しだけ広げてルーズ感を出します。でねこのちょろっと出た髪の毛をゴムを隠すようにねゴムの上に持ってきます。でその時にこうやってちょろっと出てるねこのぐらいの毛束感だったらねよりルーズ感が出ておしゃれになりますので、まあ、この辺はちょっとポーチ巻きつけれるねところだけ少し巻きつけてクリップでこの巻きつけた髪の毛とこの内側のゴムですねに同じようにこうガシャッと一緒に留めていきます。で少しその時にこう斜めだったりとかで留めてあげるとよりおしゃれに見えます。しっかりとね、これで動かなければ、ドア全体をルーズにして、バランスを整えたら、こんな感じで完成です。はい、こんな感じでね、ご紹介しました。ヘアアクセを4つを使ったアレンジになります。これでね、ちょっとバリエーションの幅広がってね、おしゃれも楽しめるかなって個人的には思ってます。ポイントとしてはね、やっぱりね、髪の毛がね、パサついてるとヘアアレンジって綺麗に見えないので、オイルだったりとかスタイリング剤を皆さんしっかりとつけといてください。そうするだけでも、まとめただけでも結構おしゃれに見えます。あとはね、個人的に毛先がルーズに動いてた方がね、まあ可愛く見えたりとかね、おしゃれっぽくも見えますので、事前にね、巻いとくのもおすすめです。ぜひ、よかったら参考にしてみてください。今日もね、動画を最後まで見ていただいてありがとうございました。今後もね、皆さんが綺麗で可愛くなれるような動画を作っていきますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。